Hiroshi Hayashi, great video. I actually live in Kecksburg, Pennsylvania. I drive past the crash site every morning. I'm only 33, but my dad was 12 years old at that time, and he was at his neighbor's house when it flew over. He didn't see it, but his friend's dad personally witnessed it fly over, but didn't know that it crashed until about 45 minutes later. At that time, my dad, his friend, and his father got in the car to go to check it out, but by that time, the military had every road in and out blocked off, and everyone was ordered to leave the area. From what I have heard from the first responders that actually saw the object, I personally believe that theory that it was a Nachi Belu or Die Glocke. Mike Wipke, Kecksburg, Pennsylvania, USA. Hayashi Hiroshi へ、素晴らしい動画ですね。私はそのケックスバーグに住んでいて、毎朝その墜落現場の横を通り過ぎています。私は現在33歳ですが、この事件が起きた時、私の父は12歳でした。その時父は隣人の家にいて、父自身はその物体が空を飛んでいるのを見ていませんが、父の友達複数は個人的にそれが飛んでいるのを目撃しています。で、45分くらい経ってから、私の父と父の友人、それにその友人の父が車に乗り、その墜落現場に駆けつけましたが、その時までにすでに軍関係者が道路を封鎖していて、その地域から立ち去るように命令していたそうです。その物体を実際見た最初の目撃者の人から聞いたところでは、私は個人的にはそれはナチの鐘、つまりナチスが作った物体であったという説を信じています。以上、ケクスバーグ在住のマイク・ウィプキーさんからのコメントでした。で、その物体について、あるいは事件について、ケクスバーグ事件ということになりますけれども、40年祭にあたる2005年に NASA は次のような公式見解を発表しています。 Wikipedia English writes that in December 2005, just before the 40th anniversary of the Kecksburg incident, NASA released a statement reporting thatExpert had examined metallic fragment from the area and determined that they are from a Russian satellite that re-entered the atmosphere and broke up, but records of their findings were lost in the 1990s. つまり、ケクスバーグに墜落したその物体について、それはロシアの人工衛星で大気圏に突入の際にバラバラになった機体の一部であったと。そしてその発見物の記録などは1990年代に消失したと。皆さんはこの報告を聞いておかしいと思いませんか？多くの住人がそれを飛ぶのを、あるいは飛んでいるのを目撃しています。そして住人が45分後に駆けつけてみると、すでに軍が出動していたというのです。本当にロシアの、衛星がですね、そこに墜落したのでしょうか。それはともかくも、ケクスバーグ事件についてもう一度振り返ってみたいと思います。広志林、浜松シティ、ジャパン。事件についての報告はこの動画の後につなげておきますが、私がこのケクスバーグの UFO 事件で注目しているのはですね、その UFO の形です。右が日本の
土器と言われているものですけども、形が酷似しています。基本的には同じというふうに考えています。つまり縄文土器イコールロケット説へとつながっていくわけですけども、関係があるのかないのか、ケクスバーグ UFO 墜落事件のもう一つの側面として、そんな問題も隠されているということです。では続く動画をご覧になってください。 Thank you very much, Mike Whipney, Kecksburg, USA。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Space Akon, 1965 UFO. December the 9th, 1965, a fiery object rockets across the night and crashes into the woods northeast of rural Kecksburg, Pennsylvania, USA. Some say that it's a copper-colored spacecraft, maybe 15 feet long, encircled by a band of writing like Egyptian hieroglyphics. 皆さんこんにちは。1965年の12月9日、ペンシルバニア州のケクスバーグに奇妙な物体が墜落しました。俗に言う、どんぐり型 UFO 墜落事件というのがそれです。で、今日はまあそれについて調べてみようと思ったんですけども、まあよく知られた事件ですし、まあ、ご存知の方も多いかと思います。で、この事件というよりもですね、今まで、まあ、いろいろな事件を調べてきましたけども、まあ、常にですね、大きな壁といいますか、いわゆるそれを、まあ、否定する人たちと、まあ、否定するというよりも、まあ、認めたくない人たちと、がそこにいてですね、まあ、そこに大きく立ちはだかるわけであります。ですから、まあ、信ずる人は信ずる。信じない人は信じない。というだけの話かもしれませんけども、まあ、それをですね、こうして、時々取り上げている私にしてもですね、まあ、はっきり言いまして、大変疲れる作業でもあるわけです。で、あえて言うならば、まあ、信じる人は信じればいいし、信じたくない人はですね、もう信じなくてもいいんじゃないかというような、まあ、冷めた気持ちにも、なりますよね。まあ、ともかくもこのケクスバーグ UFO クラッシュ事件というのは、まあ、まあ、大変奇妙なことなんですね。これは多くの方が、大変多くの方が目撃しているわけです。で、まあ、ワシントン、フィラデルフィアの、まあ、西ということになりますね。で、これらはみんなイマジナリーって言いますか、想像図って言いますかね。まあ、写真はなかったと思います。で、当時の人たちがですね、こうして、まあ、何らかの形で記録を残そうとしたわけです。まあ、そうした絵だというふうに考えられますよね。ただ私はですね、一つ皆さんにお伝えしたいのはですね、こうした人たちがですね、なぜ核もですね、懸命にそうした、ま、ことをですね、記録として残そうとしているかということなんですね。いわゆる、ま、見たからなんですよ。見たものは見たんですね。しかし、それをですね、なんとかして、ま、他の人に伝えたいと。そうしたその、ま、熱意が、熱いてますかね、その動機がですね、原動力となってこうした、まあ、まあ、いわゆるその想像図ということになって現れているわけですね。で、まあ、調べてみますとですね、やっぱりこの新聞記事にもなっているということ。まあ、日本と違いますから、多少は
新聞も気楽に取り上げているのかもしれませんけども、まあ、それだけの、まあ、なってますかね、火のないところに煙は立たぬ、ということなんですよね。ですから、まあ、やっぱりその当時の、その地域の人たちがですね、まあ、それを見たということなんです。そしてそうした人たちがですね、こうしてみんな声を上げてですね、私は見ましたということで証言し始めているわけです。で、この中の何人かの方はですね、宣誓書を出して、私はその証言してもいいと。ってこともみんな断、まあ、てか断言しているわけですね。で、当時の人たちがですね、見たことがある人たちが、実はこういうもんだった、こういうもんだったって懸命に訴えているわけです。で、まあ内容はですね、ドムニ型の UFO だということなんですよね。それでそれが夜空を横切って飛んでいったと。そして、現地、現場行ってみるとですね、まあ、ドムニ型の UFO が地面をね、削ってそこにあったと。で、そうしたその、まあ、目撃なんですね。そしてその、ドムニ型 UFO は秒一つなくですね、まるでその、ツルツルで鋳型から、まあ、取り出したような形をしていたと。それから、まあ、周囲にですね、エジプトの、まあ、象形文字のような文字が書いてあったと。まあ、そういうところまで見てるわけですが、数時間後にはアメリカ軍の軍隊がやってきてですね、そして、まあ、人々を遠ざけたと。で、ある人の記録によりますと、銃を向けてですね、本当に今にも撃ちそうな雰囲気だったと。そして、その、謎の物体は、まあ、大きなトラックに乗せられて、アメリカ軍の基地へと運ばれていったと。そういったことの流れがあるわけです。で、それに対して、まあ、一方でですね、それはアメリカ軍の秘密飛行機であったとか、あるいは、まあ、ナチのね、残党がアメリカにいて、そして、ベルという言われる、まあ、いわゆるね、よく言われるベルというその UFO を秘密裏に作っていた。その実験の最中に、それが墜落したものであるかという、まあ、情報がですね、いろいろと乱れてくるんですね。というのは、この世界はですね、皆さんもご存知のように、本物があるかもしれない。ないかもしれません。しかし、そういったものに対して今度、偽情報というのも流されるわけです。そして、またその偽情報を流しながら、もっともらしい情報を流しておいて、そしてゆっくりと後から叩き潰すと。そして、その、なんて言いますか、国民の、なんて言いますかね、関心をそらし、そしてやっぱり UFO というのは偽物なんだっていうような感じでですね、いわゆる、まあ、結論付けて、まあ、一般大衆から遠ざけておこうと。というような、その動きもあるわけですね。その一方で、またその、こうしたその UFO の検証の難しいところはですね、いわゆるあまりにも偽物が多いということなんですね。偽物が多いということは、まあ、その選択から始めなくちゃいけないわけですよね。これは本物なのか偽物なのかということでね、またそういったその偽物を作って、まあ、偽の今現在ですとね、偽の動画を作って、YouTube にアップロードしてね、楽しんでる人もいるということなんですね。ですから、そういうことも計算といいますか、考えに入れて、UFO 問題というのは取り上げなくちゃいけません。そして、UFO 問題の最大の問題点はですね、検証のしようがないんですよね。ところで、まあ、大きな問題ぶつかるわけです。検証のしようがない。イコールなっていますかね、否定派の人たちは検証できないから偽物であるということを言うわけです。ところが私の場合もそうですけどもね、なぜ私が核も、まあ、なっていますか、懸命に一生懸命こうした問題を追求しているかといえば、やっぱり自分自身の心に決着をつけたいわけですよね。その決着というのは何かというと、見たものは見たという気持ちなんですよ。そして決着をつけたいと思ってやってるわけですね。それが原動力となってるわけです。ですからこうしたね、人たちが、私は証言台に立って証言してもいいんだってことを、これみんな、皆さん、幾度におっしゃってるわけです。その当時、その夜、その、ウェルドグニ型 UFO を見た人たちがですね、事実だと。何であるかはわからないけども、事実だということを一生懸命訴えてらっしゃるわけですね。まあ、それに対して、検証できないから、これらみんな嘘だというふうに片付けてしまうのは、あまりにもこうなってますか。事実でもから、事実から目をそらす。特にマスコミがですね、そうした姿勢であるというのは、私は疑問に感じますね。怪しいものはやっぱりマスコミが率先して追及すべきなのに、そのマスコミがですね、事実の追及を諦めてしまっていると言いますか、逆にこうした人たちの懸命なその訴えに対して耳を貸すこともなくですね、そしてそれを潰すようなことを平気で今やってるわけですよね。それは私はマスコミのあるべき姿ではないと思います。というのはマスコミというのはですね、いわゆる通信、いわゆるその報道機関というのは、事実の確認と事実の判断と、そしてその事実の報道、この3段階を経て
初めて報道と言えるものなんですよね。ところが、確認もしない、追及もしない、そして、まあ、頭からですね、それは検証できないから、偽物である、ありえないってことを言うわけですけども、それだけの偽物であれば、これだけのね、多くの人たちが見た見た見たと言って、そして懸命に訴えるということはありえないわけですよね。例えば私の場合は、それを本当に強く経験してるわけですよね。まあ、一生懸命見たものを一生懸命訴えてやろう、訴えたいと思ってもですね、その手段も方法もない。そして言えばですね、林は変人な変わり者だということを言ってるわけです。ちょうど今ここで見ていただいているのはですね、それぞれの人がですね、私は、いわゆる宣誓して証言しますということで、私は見た、私も見たということを、まあ、懸命に訴えてらっしゃるわけです。私はこういう人たちを見ててですね、嘘を言ってる全員がですよ、まあ、一人や二人が見たというのであれば、それはまあ、それなりの価値しかないと言いますか、検討する値が、価値がないと思いますけども、これだけの人たちがですね、画面の前に名前を出して、そして自分は見たんだと、見たものは見たんだという形で、まあ、宣誓して証言していいんだということを言ってらっしゃるわけです。まあ、そういうその、なんて言いますかね、その向こうに見える熱意、そしてこの人たちの顔を見てですね、表情を見て、そして私は、まあ、自分に通ずるものがあるんですね。ということで、まあ、ありますけども、一枚だけ気になった写真がありますので、それを皆さんと一緒に検証してみたいと思いますけども、この写真なんですね。で、大型の軍のトラックが2台左右にありますけども、これは実際偽物なのか本物なのかということなんですね。で、まあ、これはおそらく想像図のいわゆる一枚ですけども、この一枚だけはちょっとこう、得意と言いますか、出来すぎなんですね。で、これは本当にどんぐり型の UFO なのかそうなのかということで検証してみようと思いまして、ちょっと最後に検証してみることにしましたけども、この写真はどうも偽物っぽいですね。なぜならば影の方向が、まあ、いわゆるトラックの向かって右側のトラックには大きな黒い影ができてますよね。ところがこのどんぐり型 UFO にはその影がありませんね。この角度であれば、向かって左の方に影ができていいわけです。それからこれだけ大型のトラックがですね、まあこういった草地に入ってくれば、まあ皆さんご存知の方多いと思いますけれども、これだけの大型のトラック、車だったら一回だけでも大きな轍ができますよね。まあその轍がない。ということで、まあこれは私はフェイクだというふうに判断しました。で、もう一つはですね、ナチが作ったベル型の UFO だということを盛んにアメリカの政府側からの、いわゆるその、方法から流れてますけどもね。これはナチがまあ開発したと言われているベル型の UFO です。まあこれとは違うと思いますよね。もしこのナチのマークがあれば、まあ皆分かったと思います。で、結論ですけども、私は、まあこう、まあ当時はね、それは写真も何もない時代ですから、こうして皆さんがですね、一生懸命記憶をたどりながら、こうして絵を残したわけですね。そうしたその熱意の向こうに何があるかというとですね、集団で皆さんがね、嘘をついているというふうにはとても思えないんですね。また嘘であれば、現在に今もこの、ケクスバーグの、どんぐり型 UFO 事件というのは語られ、そして多くの方が、ビデオまで作ってね、ビデオを作ったり、それから文章に書いて追求なさっていらっしゃるわけです。まあ、その熱意の向こうには、私は真実があると思います。という視点で、まあ、つい先日作りましたビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshihayashi.Hamama City, Japan. Aliens Wars. UFOs over Washington, D.C. 1952. Alien 戦争 Washington UFO 事件1952年の7月19日、ワシントン市上空に UFO の変態が現れました。で、その時の動画が残っていました。今日はその UFO 事件について検証してみます。Saucer Outland Jet 円盤はジェットを追い越したというタイトルですね。で、これが1952年7月19日に撮られた実際のビデオです。UFO が編隊を組んで飛んでいくのがわかります。この正体は今でもわかっていません。その
レポートビデオを紹介します。In July of 1952, during the administration of Harry Truman, Washington, D.C. appeared to be the target of airborne intruders. But the prowlers weren't Soviet fighter planes. They seemed to be UFOs. Perhaps the most important sighting of all time was the so-called Washington merry-go-round. On two weekends in 1952, July 19 and 20, and July 26 and 27, UFOs were tracked by radar and seen by numerous individuals over Washington, D.C. and its environs. People at Andrews Air Force Base and at Washington National Airport went outside and could actually see objects in the sky that matched positions of... And the net result of it was, for a couple days there, UFOs seemed to have had their way over the skies of Washington. On the third day of the sightings, as operators tracked the mysterious signals, curiosity suddenly turned to panic. The objects were heading toward the prohibited airspace over the Capitol and the White House itself. The Pentagon ordered jets from an airbase in Delaware to intercept the intruders. Al Chop was the Air Force's civilian spokesman on UFO issues. He was called to the radar room at Washington National as the dramatic incident unfolded. We were observing about four or five known flights and about 12 to 14 UFOs. And we saw the flight coming in from Delaware. We could see them on the radar scope, and the moment they came on the scope, all the UFOs disappeared. The fighter planes patrolled the empty skies for some 20 minutes, but there was nothing to intercept. However, when the jets returned to base, the UFOs promptly reappeared on radar. And then when they came back, after the intercept was left, the fact that they immediately came back on the scope, I was very apprehensive. Again, jets were sent aloft. One pilot reported seeing the UFOs, which he described as blue and white lights. Then he reported that they were closing in. We could also see them on the radar scope, and we could see his return and the unknowns grouping around him. And he said, "They're all around me." And then he said later on, "What shall I do?" Well, what could we tell him? After a few minutes, the UFOs pulled back and then disappeared. The standoff was over. However, the extended episode had stunned the nation. That sighting has never been adequately explained. Because it happened in Washington, D.C., it alerted everybody right on up to the President of the United States and caused a national press conference by the Chief of Intelligence of the Air Force to try to calm everybody down. We have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have, as of date, come to only one firm conclusion. And that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate with any conceivable threat to the United States. General Sanford went on to explain that the sightings were merely an atmospheric anomaly, an inversion layer. Radar signals had bounced off this layer and picked up ground images of cars and buildings. Somehow, experienced radar operators at three different locations had misidentified them as UFOs. They took down the story. They bought the explanations. It was still standard practice, and it was for many years, to accept whatever the government said about flying saucers, no matter how foolish it was when you looked at it carefully. The people at Washington National Airport and at Andrews were expert radar people and personnel. They'd been there for many, many years and could easily differentiate between ground clutter and true metallic objects. I mean, if they couldn't, they shouldn't have been radar operators. The senior radar air traffic controller at Washington National Airport, Harry Barnes,
wrote his own account of the so-called Washington merry-go-round. He describes the objects as making right-angle turns, as hovering, as reversing their course and moving back upon their path. One radar tracked the objects as moving at approximately 7,000 miles per hour. He had never seen objects maneuver like this in his years of being over a radar scope. He didn't know what they were. There were a few others who did not believe the objects were simply a product of unusual weather conditions. At that time, I was convinced that these things were interplanetary machines of some kind, mainly because of what happened that night in the radar room at Washington National Airport. I'm convinced that those objects were real. We don't know what they are, and we don't know where they come from, but they are there. Of course, it's entirely possible that the military didn't really believe its own explanation of the UFOs. No fighters could catch up with these things, and they outmaneuvered the best that the military had to throw at them. Obviously, the people who were in charge of Air Force projects and Air Force intelligence at this time were not idiots. They were very, very smart people, as they are today. And I think they probably thought, once they appeared on Washington, oh my God, this is the holiest of holies. Now they're hovering around the White House and the Capitol. Well, the answer turned out to be that they could do absolutely nothing, but it probably had to provoke a whole lot of consternation in the official quarters. But I can't believe that they wouldn't have been interested in, at some level, trying to find out what is going on. It's a national defense concern. There was a technical report that said it's the most classified subject in the United States, even more so than the H-bomb. That's going pretty far. That's taking it very seriously. In the decades after the Washington National incident, aerial sightings were reported more frequently and all across the country. Some episodes were even recorded on tape. Dark 05, 327.1, 327.以上が動画ですけども、この事件について詳しく調べたレポートもありました。で、その最初の部分を訳してみます。まあ、一応公式の記録と考えて良いのではないでしょうか。当時の様子がですね、まあ、時間経過とともに、詳細に記されています。
後の判断は私たちの問題ということになるわけです。で、これがもう一度見ていただきますけども、ワシントン市上空に現れました UFO なんですね。まあ、編隊を組んで飛んでいく様子がよくわかります。が、これが現在の今でも何であったかということについては謎のままですね。まあ、当時はソ連の飛行機の編隊かとも言われたんですけども、それはありえませんね。で、こう、光の向こうにね、やっぱりこう、反転しても、やっぱりこの物体らしきものが映っているということです。まあ、これをどう判断するかですけども、フェイクと見る人もいるかもしれませんが、それはもう、時代の流れの中で、検証されてされ尽くしてきたと思います。まあ、偽物であればですね、現在の今までこう残るということはなかったということです。まあ、1952年ですからね、まあ、宇宙的な時間で見れば、つい、今しがたということになります。で、最後に検証してみますが、このワシントンメリーゴーランド事件、あるいはワシントンパニックと呼ばれたこの事件はですね、もう一つの事件と深く結びついているように思います。その2ヶ月後、ウェストバージニアでフラットウッドモンスターが現れます。まあ、それについてのビデオはこの後に つなげておきますが、右がフラットウッドモンスターです。で、
この線を見ていただきたいんですけども、右がワシントン、DC、そして左がフラットウッドになります。極めて近い距離にあるわけですね。間の距離は318キロですけども、やはりこう地球的な、なんて言いますか、規模で見ますと、今のように、まあ、隣で起きた事件ということです。つまり、ワシントン DC のですね、ワシントンパニック事件と、フラットウッドのモンスター事件は、同じ場所で、同じ時期に、同じ時に起きたと考えていいわけです。で、フラットウッド事件をもう一度喋り直してみますと、大変興味深いことがわかります。まあ、この詳しい資料は、この続くビデオの中でゆっくりとご覧いただけると思いますけども、この中に大変、なってますが、気になる証言が載っていました。それを皆さんにもう一度読んでいただきたいと思います。この部分なんですね。住民による UFO の目撃事件が、目撃がですね、その前後に起きるわけですけども、4機か5機が同じ方向に向けて飛んでいったと。で、1機か2機が空中分解したように見え、1機か2機が着陸し、1機か2機が墜落したと。さらに UFO は飛行中に事故を起こし、着陸か空中分解、墜落をしたと。そして、その中からフラットウッドモンスターが現れたと。ですから、その時乗ってた地球外生命体がフラットウッドモンスターではないかということなんですね。このワシントンパニックとこのフラットウッドモンスターの事件を2つ足して、そして2で割りますと、事件の全貌が浮かび上がってくるんではないでしょうか。つまり、4月19日にですね、ワシントン上空に、まあ、新しいタイプのエイリアンたちがやってきた。それに対して地球側のに住んでいた別のエイリアンたちが、まあ反撃といいますか、防衛のために攻撃に出たというふうにも解釈できるということですね。あくまでもそれは私の解釈です。まあ、推論ですね。もう一度見てください。7月19日にワシントン上空に UFO が現れます。そしてその2ヶ月後の9月12日にフラットウッドモンスターが現れます。その間の期間はたった2ヶ月です。まあ関係がないということの方が無理があります。あると私は考えます。で、調べてみますと、講談社20世紀全記録の中を見てもですね、1952年7月、そして8月、9月、もちろんその以上のワシントンパニック、フラットウッドモンスターの記事は全く残っていません。まあ人間たちはですね、まあいつものように平穏で、まあ何もない生活を送っていたということになります。がその陰で大変な事件が起きていた可能性があります。ということで続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. We are visited a mystery of the Flatwood Monster. この事件が気になりましたので、調べ直してみることにします。1952年の7月12日から29日の間にかけてですね、ワシントン市周辺で UFO の目撃事件が相次いで起きます。ジェット機がUFO を追いかけるという事件も起きています。そういう流れの中で、7月19日、UFO の編隊がワシントン市上空に現れます。で、この事件で、まあ注意って言いますか、注目すべきは、その当時の映像が残っているということですね。これがその映像です。で、時のトルーマン大統領がアインシュタインに電話をかけてどうしたらいいかと。そういった相談をしているわけです。それに応えてアインシュタインは、絶対に攻撃してはならないと。彼らの知的能力は人間をはるかに超えているからというようなことを答えたと。まあ、そういった話も今に伝わっています。で、フラットウッドモンスター事件がその2ヶ月後起きます。西バージニア州のフラットウッドで起きた事件です。この時3人の子供が、まあ、エイリアン、いわゆるそのエクセトリシャルね、ビーングに、
異星人に遭遇します。まあ、そういった事件なんですけどもね。これがフラットウッドです。まあ、場所は特定できませんでしたけども、フラットウッドで調べますと、ここへやってきます。田舎町ということがわかります。で、ここにエイリアンが現れたというわけですね。で、その事件の、まあ、あらましを今日皆さんに読んでいただきますけども、1952年の9月12日のことです。で、まあ、目撃した人たちのですね、証言をもとにこうした絵が作られました。まあ、有名な絵ですね。よく知られた、フラットウッドモンスターの絵です。で、その時の様子を、と言いますか、概要を訳してみました。ということが、まあ、事件の概要です。で、英語にはガンスモークという言葉があるんですね。いわゆる日本風に言えば、火のないところに煙は立たないという意味なんですね。まあ、ともかくもこの事件は大きな事件となり、本も書かれ、そして大騒ぎになったわけですね。で、結果的に言いますと、フクロウを見間違えたんだということで、事件は収拾したということになっています。まあ、先ほどの、まあ、論評した人の意見によりますとね、現地調査をした結果なんですけども、フクロウは農家の人たちは見たことがないというようなことを言ってるそうですね。言っていたそうです。まあ、こうした想像図といいますか、いろんな絵も描かれ、そしてこの少年たちも写真に収められていると。そして、まあ、見た人の証言をもとにこの絵が生まれたわけですね。で、この事件がなぜ私気になったかってことになります。まあ、気になったかということなんですけども、実は昨日法隆寺を調べていました。これが法隆寺ですね。奈良ジャパンです。で、法隆寺の仏像をもう一度見直してみたのです。で、この仏像を見てですね、この形が気になったって言いますか、思い出したって言いますか、あの、降臨っていうのは丸い輪になったのと、それから光線を放ったのと2種類あるんですけども、この、まあ、降臨って言いますか、まあ、以前から気になってたんですけども、どうしてこんな形をしてるんだろうってことはちょっと気になってたわけですけども、まあ、ちょっと他の降臨、ハローとは、形が違うわけですね。で、この形がですね、いわゆるまあ、フラットウッドモンスターの背景に、まあ、
現地の人たちはこれはスペードの形ってことを言ってますけどもね、スペードの形、トランプのスペードの形のようだと言ってますけども、それと似てるってことで、まあ関連性があるのかないのか今の段階では何とも言いませんけども、ひょっとしたら関連性があるのではないかということで気になって今回調べてみたわけです。まあここでは結論出ませんので、一度ここではペンディングにしておきます。やがてまた証拠が出てきますのでね、その時にまた照合できると思います。でもう最後にフラットウッドモンスターの話をですね、詳しい話がウィキペディアに載っていましたので皆さんに紹介します。以上がフラットウッドモンスターの全容ですね。まあ、どう判断するか、どのように考えていくかということは、今の段階では何とも言えませんが、事件そのものは私はあったと判断しています。で、この形が法隆寺の仏像の、まあ、形と似ているということですね。以上です。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!